はい、皆さんこんにちは、ナイロンパリリマナイロンです。今回はですね、モノドラム鳴らないんですよ、足も。なんでかっていうと、これはスピーカーがついてないんですよ、本体に。ヘッドホンじゃないと聞けないんですよ。で、前ね、スピーカーあったんですよ、うちに。ヘッドホンを挿して、スピーカー鳴らすやつか。で、やったら、もうこうすれば聞こえなくて、もう意味なかったんで、今日は、まほとくんも紹介してた、あれを買ってきました。プルーン、プシーン。8倍デカ音。ちょっとこれは本当にデカすぎるとあれなんで、一応音は小さめにね、やっていきます。ちょこっとずつ上げていくんですけど、これが本体です。ちょこっとずつでかくしていかないと8倍でしょ。ちょっとだけでももうでかいんじゃないかな。まあ、お、でまだちっちゃいですよ。ちょっと大きめ。もういつくいつバーンってきてもおかしくない。怖いんだよね。あ、結構聞こえんじゃん。では真ん中に。あ、全然大丈夫だ。いや、ここだけうるさいね、やっぱり。ちょっともうちょっとでかくしようか。ちょ、マックスしちゃうこれ。うん、さすがに弱いから。はあ、でもこれくらいじゃないドラムって。あ、ここうるさそう。うん、のーこれくらいですね。ちょ、待ってましたよ、これ。ここだけです、うるさいの。じゃ、これちょっと今度だな、これでうまいじゃんね。弾いてみた。ピアノで弾いて、プラス、これやったらかっこいいね。さあ、ドラゴンナイトの中陣がね、弾いてるあのやつやります。さすが8倍でした。やっぱりね、これでも私のこのドラムのやつって音が元からちっちゃいから全然8倍っぽく見えないかもしれないんですけど、今度ちょっと iPad mini とかで YouTube でマックスにしてね、自分の動画を見てきてると思うんで、またいつかこれやりましょう。それではまた明日の動画はちょっと質問なんで楽しみにしてください。See you!